大海原にポツンと突き出た名称、双子。その磯に立つ釣り師がいました。お、これはちょっといいんじゃないですか。釣り師が仕留めたその魚は口太グレ。冬になると黒潮に乗ってやってきて、2月後半ののっこみ前に荒食いして大きくなるのです。その口太グレに挑むのは島田沙耶香さん。18歳で磯釣りと出会い、アユの友釣り、オフショアのジギングまで幅広くこなすアングラーです。今回の釣り場アザシは、ミロズや串本大島といったメジャーな磯釣りエリアに挟まれた知る人ぞ知る穴場。水深が10メートル前後と浅いのですが、沈み根が多く、グレをはじめ魚影が濃いところです。磯釣りシーズン初期にいち早く釣れ始めるため、その年の寒グレの釣果を占う釣り場なんです。肝はもう浅く遠く、そして巻き餌は一点集中。めちゃくちゃ曲がります。磯さんはね、これがいいんですよ。果たして両方は釣れるのか。目標は40アップです。浅棚を遠投して一点集中。南紀アザシの口太グレを独特の釣り方で攻略する。早朝、釣り人が必ず訪れる場所があります。アザシに行くんですけど、アザシ、ね、はい、今どんな状況ですか。ただここ何日か、これちょっと水潮だったのでね、うんうん、ちょっとまあ厳しいかもわからん今日は。あ、オキアミとかどれぐらい持っていったらいいですかね。そうですね、アザシは少し多めに持っていった方がいいと思います。だいたいオキアミ3枚ぐらい持っていくっていうのが基本ちゃうかな。3枚で、はいはいはい、それに配合餌がまあ、3つ4つと収入力プラス円筒、はい、っていうのがいいと思います。はい、はい、じゃあ早速餌作っていきます。アドバイスをもとに巻き餌を混ぜていきます。オキアミは半解凍3キロを3枚。餌を予約するときに希望の状態を伝えておきましょう。しっかりね砕いた方が円筒しやすくなるので。巻き餌作りはかなりの重労働で、足場の悪い磯で混ぜるのは大変なんです。事前に作っておけば後が楽ですよね。はい、この円筒形の配合を最後に入れる理由っていうのは、入れると先に入れると粘いので固まってしまうんですね。なので最後に円筒形は入れるようにしてます。いや、この船に乗る前が一番ワクワクしますね。行ってきます。いいですね、気持ちいいですね。いよいよ磯シーズン開幕って感じで。さて、海の状態はどうなんでしょうか。実は紀伊半島では黒潮の流れるコースが重要なんです。この日は潮の岬からかなり離れていました。黒潮が潮の岬にぶつかると反転流が生じ、西の和歌山側は豊漁になると言われているんです。今日は少し厳しいかもしれませんね。上がった磯は和深漁港のすぐ南側にある双子。潮通しがよく、グレの魚影も濃い一級磯です。よいしょ。で、本命の潮はですね、この陸を向いて右から左へ流れる潮が一番いいって言われてるんですけど、その潮が来てくれたらいいなと期待して頑張りたいと思います。
浮きはね、ゼロでスタートします。重りも打たずに自然な感じで流していきたいので、まあ、なるべくグレを浮かせて浅い棚で釣るっていうのがここの釣り方になります。双子周辺は水深が浅く小魚が非常に多いので、餌取りの層を刺し餌が突破できません。巻き餌でグレの活性を上げて本命のグレを浮かせて狙うのがアザシならではの釣り方なんです。使用する磯竿は口太メインの 1.25 号で、扱いやすい5メートル、ハリスを 1.5 キロと短くして浅棚狙いでセットします。このテトラ向きがあります。今ちょっと左手にこのテトラ向きのちょっと約10メートルぐらい沖に根がありまして、そこからね結構グレが出てくることがあるんで、このテトラ向きからねやってみたいなと思ってます。さて問題の餌取りは予想通りの多さ。ウマヅラやスズメダイに混じってグレの姿も見えます。グレが来だしたらこの餌取りは散るはずなんで、すでに揚げ潮に入る時間ですが潮はほとんど流れていません。かわいい、いい進み。水温が高い時に多い餌取り、イスズミです。さらに餌取りを釣ってしまった。これがいっぱいいる。なんともカラフルですね。南西諸島に多い梅色というお魚。刺激やでこれ。この餌取り地獄から抜け出せるのか。何でしょうか。グレちゃんです。グレちゃん来ました。いやー楽しい、もう楽しい餌取りもあるけだけどグレおった。まあまあまあね、ちょっと下手くそ。狙いの口太じゃないけどお腹が来てくれました。その餌取りの中からこうグレがやっぱりこう飛びつきグレって言って、もうグレの方が餌取るのが早いんで、やっぱりねあんだけ餌取りいてもグレがいるとちゃんと食ってくれるんですね。いやいい引きしてくれました朝から。この後さらしを使って両型を釣る。水ありて魚あり、魚ありて釣りあり、来た時よりも美しく魚の住める世界を。南紀アザシの双子で口太グレを狙う。アングラーは島田さやかさん。お、来た。ジャボン行ったね。おめちゃくちゃ曲がります。イソザオはねこれがいいんですよ。わーやばい、こっちに行く。なに、なんかわからんけど、でかそうですね。グレやったらね。さやかさん何が釣れたんですか。ジャンボイズスミ
残念、ちょっと違うんですよ。グレと似てるんですけどね。グレンということにしときますか。ズルはダメですよ、さやかさん。ちゃんとグレを釣ってくださいね。まあ一撃で餌がないわ。すかさず仕掛けを変えます。あ、もうちょっとね、ハリスを短くしました。もうちょっと棚が浅いかなと思って、はっきり当たりが出るように。ハリスを短くして穂先に抵抗がかからないようにラインを張り気味で当たりを待ちます。お、いった。おーし、来たね、これ。いやー、そんな大きくないな。でもこれはグレっぽいですね。ちょっとサイズダウンかな。浮き下を浅くしてラインを張ることで当たりがはっきり出ました。よいしょ。そうそう、グレがいてたら餌取りを蹴散らしてグレが食ってくれると。あとはこれがサイズアップをね、頑張ります。相変わらず潮は流れず、当たりも止まりました。さやかさん、何か対策はあるんですか。今度はこのさらしを利用して、さらしの切れ目ぐらいでね、やっぱりここは円筒がいいっていうことなんで。とにかく円筒、まあ手前にもグレはたくさんいるんですけど、やっぱり餌取りに混じって手前はちっちゃいコッパグレ、もうこれも餌取りのうちに入ってきますよね。でこれが多いんですね、ちっちゃいグレが。なのでできるだけ円筒して円筒して、でするともう餌取りはそこまで沖に出ないんで、そしたら型のいいグレが狙える確率が上がってきます。ちょっとこの右向きさらしの先端狙いでやってみようかなと思います。まず先打ちでさらしの際へ巻き絵を入れ、払い出しを利用してさらしの先に運びます。次に仕掛けをさらしの先へ投入。追い打ちの巻き絵を浮きにかぶせ、刺し絵と同調させます。おお、これはどうだ。青いな、この子、青白い。グレが青白くなるのは活性が上がった証拠。巻き絵が効いてきましたね。オナガパラダイス。かわいいな。おお、めっちゃ元気やね。この後さらに遠投してグレのサイズアップ。南紀アザシの双子でグレ攻略。さらしの先を遠投で攻めるさやかさん。実は巻き絵の打ち方もアザシならではのコツがあります。しっかりもうこのポイントだって思ったら、もうそこに魚を固める。アザシの磯は浅くて餌取りが多く、セオリーの巻き絵の内訳では餌取りと本命のグレの分離は難しいのです。そこで
アザシで一般的なのが蒔絵を一点に集中すること。魚を一箇所に集めてスピードの速い飛びつきグレを浮かして狙う釣り方です。だから朝棚なんですね。遠投、ちょっと風が、左からの風が強いんで投げにくいんですが、遠投します。浮きにかぶせるように刺し餌だけポツンとあっても、魚ってね、やっぱり賢いんでね、針のついた餌1個だけあってもなかなか食わないんですよね。蒔絵がたまるさらしの先に狙いを定めたさやかさん。まずさらしの際に蒔絵を打ち、餌がたまるさらしの先に仕掛けを入れます。さらに蒔絵を追い打ちし、一点集中で魚を集めます。潮が動いていないため、さらしの先に払い出しで運ばれた餌がたまりやすいんです。お、来た。うわー、めっちゃ早かった今。浮きの入りが、あ、え、外れた。うわー、うそー、やらかしてる。針外れてる。え、今のが悪い例です。はい。こういう時もあるさ。だから面白いね。おっと、何をおっしゃってるんですかね。今のはちょっと合わせが遅れていたような。次はお願いしますよ。いったね。これはいい、いったんじゃないの。うん、じゃあどっちや、これは。うん、おお、めっちゃ元気やで。よっしゃ、これや。さあ、サイズアップしたかな。よし、やっぱ遠投でしたね。めちゃくちゃ遠投してみたけど、よしよしよし、ちょっといいのが来ましたよ。おっしゃー、聞いたぞー。今回も合わせが遅れていましたが、結果オーライ。いいではないか、いいではないか、いいではないか。サイズアップです。やっぱりね、ここアザシはですね、肝はもう浅く遠く、そして蒔絵は一点集中、この3つがね、やっぱり揃うとしっかりこうやっていい型のグレが出てくれるなっていうのを実感しましたね。40センチには届きませんでしたが、やっと本命の口太、ナイスフィッシュ。潮止まりの時間で小休止。磯釣り経験が長いさやかさんに、印象に残っている釣りの思い出を伺いました。九州の男女群島っていうところに行ったのが強烈でしたね、今までで。男女群島って本当長崎の下の方にあるんですけど、もう携帯の電波も届かない、人も住んでないようなところなんですよ。それこそお湯沸かしていろんなものを作って食べて、磯の上で食べて、磯の上で寝てっていう、すごいサバイバルな経験をさせてもらってるんですけど、夜釣りでここ60近いオナガグレがね、釣れたんですよね。この電気浮きがね、こうポッ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 パサーって夜入るんですよ。もうそれでもうドキドキドキってして、うわすっごいの来たと思って、もう辛いの全部吹き飛ぶぐらい強烈なグレを仕留めることができたのと、もう憧れの男女群島また行きたいですね。だいぶ大きいでしたが、いいサイズなんちゃいます。この後
両型グレがヒット。アザシで両型グレを狙う。潮変わりに期待しましたが、午後は西からの横風が強まり、思い通りの釣りができません。なんせこの風がすごくて、昼からもう爆風なんですよ。ちょっと釣りづらいなっていう状況の中で、一匹出せたらやっぱりそれはそれで価値があるし嬉しいんでね、なんとか出したいところです。風の止む合間を狙って沖へ仕掛けを遠投します。そして晒しの沖に一点集中で魚を寄せて当たりを待っていると、冷えた、よっしゃ、どうかな、サイズがグレーっぽいですけどね、だいぶ大きでしたが、かわいいサイズかな。おー、ない、お、これはちょっといいんじゃないですか。お見事、両型の口太グレです。晒しの沖を一点集中で攻めて食わせました。いいサイズなんちゃいます、やっぱ沖でしたね。よっしゃ、おお、丸い丸い、いい方来ました。やっぱり超遠投でしたね。そして棚は浅く一点集中、やっぱりこの3つが揃ったらこうやっていい方が連れてきてくれるんですよ。晒しの先にポイントを絞って両型を引きずり出しました。最高です、グレの引き最高なんで、本当みんなに磯釣りやってみてほしいです。磯をきれいに掃除して帰ってもらいたいです。水汲みバケツでね、水を流して薪絵をきれいに流して帰ってください。今回は南紀アザシの磯で島田沙耶香さんが口太グレを狙い、浅く遠く一点集中の釣りで両型のグレをものにしました。釣り場によって釣り方も変わりますが、アザシに調光されるときはぜひ参考にしてグレのパワフルな引きを体感してみてください。Get up on your feet, this is a shakedown.